今日は、いろいろ告知をしたいと思います。9月にいろいろ僕らの活動があります。まずは、こちら、9月7日坂巻キャノンボールツアー in 東京。東京、ね、場所がなんと、ユーロライブ、渋谷のユーロライブ、ちゃんとした映画館、元映画館、最高の1時間半のドキュメント、ドッキリ、ゲーム性、その全てがいろいろ詰まった、もうおもちゃ箱のようなお笑い。いい例えだね。いや本当ですよ、いろんな笑いの形があるんだと。そういうのを見に来てください。あのね、ネタライブもいいですけど、しかもなんとゲストが決まっております。誰？本家テレクラキャノンボールの監督、カンパニー松尾。うわ、カンパニー松尾さんです。すごくないですかこれ。本テレクラキャノンボールのオマージュを作って、その本家の人が来ちゃうってことですか？そうですね、そちらの方といろいろ交えて、お話をしようと、そういうことです。もう今回逃した映像は見れないと思いますちょっといろいろもろもろね、もういろごたごたがいろいろあって、大人がいっぱい動いた、ちょっとちょっと大人が動くといろいろちょっと、もうこれラストかもしれないです。見れるの、これはっきり言っといた方がいいかもしれないけど、もう DVD 販売はしません。絶対しないし、多分、無理っす、はい、今回が最後だから見に来た方がいいっていうのと、今度はこちら、9月19日、マッハな1日、2015秋、はい、これは新宿バティオスで、こちらの値段でやってます。で、一部が新ネタのコントだけ、ネタだけの、ネタだけの、やっぱコントだけ。去年やったのがコントだけと、マジでコントだけっていうのやって、やって、まあ今回もやっぱりコントだけだろうと。第二部が、何ですかこれは。もう言いましょう。さよなら裏マッハチャンネルって名前なんだけど、フィム裏マッハ、そう、19時半からさよなら裏マッハチャンネル、さよなら、裏マッハチャンネル楽しみにして、してくれてる人もいると思いますけども、あんまいないのかもしれないですけども、9月19日終わらせる、ウラマッハチャンネル最終回ですね。それをライブでやって、これ終わりです。とりあえず今の形のは多分そう、一旦終わりと。ウラマッハチャンネル最終回、これをみんなで見届けてください。本当に最終回としての映像はそこでしか流しません。わかります？言ってること。最終回っていうぐらいだから、最終回用の VTR があります、でそれを見れるのはこのさよならウラマッハチャンネル、このライブだけです。あ、これは後でネットで流したり、あげないです。いちいちそれに期待しないでください、やめてください。貧乏くさい、半切れになることじゃない、貧乏くさいんですよ、どうせ後で見えるって違うんで、一瞬一瞬を生きてんだよこっちは。でなんで怒り出したの、それをね、 YouTube でタダで見ようって魂胆。いや誰も思ってだからやめてやるんですよ何で急に怒り出したじゃあそこ行かなきゃ見れないってこと。そう、そこでしか見れないものなので、ぜひ来てください、見に来てください、よろしくお願いします。9月19日さよなら裏マッハチャンネルまであと少し、みんな来てね。